はい、おはようございます。よっしゃ、頑張って今日も料理作ろうじゃないですかね。はいはい、鶏の唐揚げ作っちゃえね。ハタハタがありますから、ハタハタ食べちゃいましょう。で、これ白身の魚がいますね。カマスだ。カマス面白そうだから買ったんだけどさ、何を食おう、どうしようかなとあんま決めてなかったですでもせっかく鶏唐揚げするからね、カマスも揚げちゃおうかしら。お魚も焼かんといかんでやね。お魚はおにしめも作りたいんだよね。おっとっと、お魚はこいつね、この赤身の、鮭だね。鮭をいつも焼きます。よいしょ。ちょっとね、これを洗ってちょっと急ぐんで簡易的に洗います。あとでなゆっくり洗ってやろうと思うの。簡易的に急ぐっていうのは別に何があるわけじゃないんだけどさ、ちょっと寝坊しちゃったからさほっ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 て感じだよね。これなんか鮭だけどね、あんまりこれしょっぱくね、鮭みたいなね。焼き浸しにしてみようかね。焼き浸しってのはね、これ焼いた後でみりんと醤油、みりんっていうか砂糖酒にこう煮切ったなって中にドボッて入れてやるみたいね。おいしいよ。うちのお袋が、あれだね、見切ってましたね。酒びたしだ。酒びたし、びたしびたしだね。あ、いけねえ。今日あれだ、煮しめに風入れるつもりだったんだ。ふと豆を入れるつもりだったんですが、忘れてましたね。作るのね、まあしょうがねえよね。まあ煮しめもちゃんと作っちゃおうかね。かます、かますってね、俺ね、まだね、これこう揚げたことないんですよ。でもきっと白身の魚っていうのはかます白身でしょ、うめえよなって思ってたんで、なんかほら、口に、なんか、加えてるみたいな。すごいよね、この歯がね。どうしよう、丸まで揚げられよっかな。無理か。じゃじゃじゃん。ゴジラですね。この歯がすごいね、歯が。ゴジラみたいでしょ。あったあった。さよなら、カマスくん。さよなら、さよなら。好きになった人。なんじゃお前って言われるよね。どうやればいいんだろう、これ。なんかこう切られてるよね、もうさっきからね。こういう魚をどうやって食えばいいんだろうね。絶対あれだよね、割って骨までって感じだろうな。でも完全に開くとまずいよな。やっぱ半分に割ってこれをこうやって開いてやればいいかね。よいしょ。ハタハタもこういう感じでやるからね。よいしょ。よいしょ。ね、ハタハタもこういう感じだからいいんじゃないですか。ほっ。よし。じゃあこれでいこう。ね、カマス。カマスの天ぷらだね。
가마솜 캠프가 와. 지겨. 하다하다 죽는 것 같네. 하다하다 죽는다. 도근인 셋도 하다하다 죽는다. 그네로 오랜 토기 사시야 같다. 존나 것도 있네. 나 내가 그 시유진 하다하다 그니. 야마 먹은 하다하다 눈에 그 하라왔다 그 하라왔다 하나 세봐 와까라는 꼴도가 나이 나거든 이유나 나이 좋다네. 그래 지하에도 갈까 저기도 여기요. 야빠 이끌어 하나 세웠다 때 남은 건 남에서 이게 있어 하나. 나이도원에 그 지하에 돌아나 띵 같은 거 쓴다고 하네. 이 순간 쓴다고 것도 가능했어. 따갔다 보면 고공이 토게 아를까 기호스키 나도네. 아! 폴리나카 나이도 소마고 크이타야네. これ、そのまま食いたいよね、ここね。やってみよう。やってみよう。卵を持つ時期はね、これはあれだね、白子があるみたいだね。お、面白げだ。遠い海から、やってきてくれたハタハタくんたちでございます。よいしょ。このなんかあれだよね、ここのとこってちょっと食べたらどうなるかやってみたいな。なんかしょっぱい香りがしますね。しょっぱい香り。ちょっとやってみましょう。ダメ元だ。人生ダメ元。ダメでもっともっと。このぐらいまで来たところで、だいたい折り返し地点になるんで、よいしょかな。折り返し地点。そしたらもうこの辺から油を温め出しましょう。で魚ももういい子ですからね。カマスにリスにトリカマスにリスにトリボンボンバカボンカマスにリスにトリなぜそれ歌です。ボンボンバーボンのカマスミリスの鳥。あ、違う、リスじゃねえ、カマスミ何ですこれ、忘れた。ハタハタだ。はい、鮭を見ましょう。おお、いい感じで焼けてきてますね。これだとちょっとでけえな。鍋底ってのがあってね、並べた時にちょうど平らになるぐらいの鍋じゃないとダメなんだよね。で、日本酒、日本酒、日本酒を煮切っておきましょう。日本酒が沸騰したところで、この酒ってそもそも焼き浸しになるのさっきかな。うん、なるなる。塩入ってない酒だから焼き浸しにした方が美味しい。
나 수초도 안 넣었어. 이 원래 샤키가 약했다 뚜껑을 이렇게 뚜껑을 넣었을까? 우와 가까 우와 겁을 들이대로 스페셜이 철제가 저기 옥구야 가만히 뜯어가는 건데 시오자기 전의 도기만에 그래 먹을 수 있겠구네. 18세네 못 하야 지금 그래 불가야 되는 거네. 뭐 좀 과리격에다 두고 겁나가야 보일 건데 아이 오케이네. 미가 뜯어 두고 소리인데 今日結構大きめなやつらなんで、もうちょっと高いとかね。お、バチバチ音がしております。新潟の方、新潟だとあの焼き豚肉が結構。魚屋さんで売ってますね。ちょっと甘めになってたりしますけど、それはいろいろと違いますね。よいしょ。で、こっちに行きましょう。ああ、いい感じだね。もういくんですか。うちの袋がね、これいつも作ってましたね。で、俺ずっと親父の方の、親父の方の料理だとばっか思ってたら、親父んちはあの、乾物屋さんでしたからね。だと思ってたら、実はお袋の家の方の料理で、デッチさんがいっぱいいたんですよね。そのデッチさんが、その、なんていうの?この焼き浸しを食べてるんですね。バットがどっか行っちゃった。バット困るぜ。バットで鮭をいっぱいごと焼いて、それを大きい鍋でグツグツと煮た醤油の中にみんな放り込んでおくと、それ醤油もかけてご飯にかけて食えるから美味しいじゃろうっていうような食い方なんだよね。で俺も小さい頃からそれを食わせてもらってて、そういう下品なことをするのは親父かなと思ってたら袋だったんだよね。まあまあ、昔の写真とか見るといっぱいほどで地獄に来てる人がいてね、その人たちがみんなこう争って食べてたんだろうなと思いながら、僕そういうのを想像するの大好きね。こうやって片栗粉をまぶしてってね、ちょうどいい温度になったら、ちなみに今日85キロ台になりました。20日の日90キロだったからね。酒やめれたからな。酒飲んでないんですよ。一回だけね、お付き合いの前でやられたんだけど。よく問題と、問題のありかを分からないんだよね、僕らどうしてもね。太ってるのは問題だって思うけれど、実は太る原因の方があるわけだから、
僕の場合太る原因ってのはお酒だったの。お酒をやめられないことだったんだよね。だからお酒をやめれば自然と痩せるってこと。じゃあどうなってんのこれっていう。ああ、なんかかますうまそうだね。そういうことですよね。そういうことが分かりました。人間何でも勉強だ。鶏肉はこういうところに出てきましょうね。一回使い始めてですね。そうすると冷蔵庫の中にこれ。もう鮭はいいかな。あ、鮭も焼き終わってんだな。温度が止まってますね。はい、じゃあこうなっているところに、はい、焼きいたしましょう。お、危ない。もうちょっと消火の方がいいかな。まあいいよね。でガラガラっと煮ておしまいと。鮭のね、甘みが出ます。こうやって煮るとね。懐かしい味だね。昭和の味かもな。うまっ。これ汁もご飯かけてもうめんだ。ご飯食わねえけどね。なんか涙出てくるよね、考えると。はい、鮭の焼きびたしでした。はい、じゃあ次はこちらね。続けてゴーゴーだ。娘までなんか到着しなそうだよ。水に食わなきゃ。いい締め、いい締めっていうか、歩を戻すの忘れてたからね。歩を戻してできたところで作ります。昼間ぐらいにはできるでしょう。こうね、これ車2個ぐらい。ちょうどいいな。豆もやんなきゃいけよ。豆は何でしょうか。やっぱ大豆でしょうね。大豆はもっと大豆にしなさいよ。つけよ。じゃじゃじゃ。この代わりね、大豆ね。2時間か3時間で十分。その代わり1時間ぐらいでまっすぐ車と一緒に。でやります、ね、おっしゃ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 。そしてハタハタを次処理しておきます、ね、ハタ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 。さあ、ここの内臓、このままでいいかどうかわかりませんが、やってみましょう。美味しくできたらそれはめっちゃ。料理はちょっとこっち内臓の方に粉が先に入るのでやってあげよう。料理なんてものさ、うまくいったらめっちゃもんさ。それでいいの。料理に失敗はない。ポリトの持ってるけどね、ハタハタ以外を一回やっつけられるね、これね。
もういいぐらいだね。まずハタハタぐらい。その後やから。ハタハタ。ハタハタ。ハタハタ以外にさっきも。鮭の焼きびたしいね、ハタハタ。よし、行こう。鶏からいきます。もう、この温度はいいから、うん、ちょっと朝から鶏の唐揚げ、はい、カマスね、美味しそうだね、カマスね。カマスの唐揚げなんて初めてだよ。レンジで失敗しても減ってますか。もう180度になりました。結構ね、カマスって薬品になってることがあるんで、焼いてももう身がボロボロになっちゃうからあんまり効かないんだけど、いい音になってきたね。うん、お、もうだんだんね。さて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 、ここにありますよね。これね、この人どう？おう、朝から天ぷら作るって言うとさ、みんな朝から天ぷらですか？とか言うんだけど、別に朝みんな天ぷら食うわけないんだからさ、お昼ご飯でも食うし、晩ご飯でも食うんだから、作るタイミングが朝なだけだよね。でも実際にはこれが一番僕はいいかな、リーズナブルだと思ってるね。だって一日で食えるわけでしょ。いや、朝はさ、眠くてめんどくさいからさ、ご飯に納豆とかさ、そういうのいいよなと思うけどさ、朝作るしかないんだよ、結局は。朝から天ぷら、はい、朝から天ぷらの歌でした。
マスの唐揚げね。はい、この次はもうこれはいいね、いい音なってる。骨が絡んでなかったらこのぐらいの大きさそんなに時間かかんない。はい、あったね。内臓随分残してますから、今日は怒られてもよ、俺生臭いとかさ。内臓を食うかっていうのがね、問題だよね。で、こういう鳥、鳥じゃない、魚っていうのは上がるまではぐにゃぐにゃだから、ちょっとこう触ってやってまだ柔らかそうねっていう時はまだ上がってないんで、こうやって持った時にあ、持てるねって言ったら返したけどね。で、大事なのはここのところで油が ものすごくいい味になっていくの。動物のタンパク質がどんどん入ってきてね。だから、みんな酸化した油ダメだって、みんな捨てるって言うけど、これうまいんだから。この油で揚げた天ぷらは。で、ハタハタがちょっと長めの方がいいね。はい、早く食べよう。うめえ。今水分が一生懸命抜けてるからね、ハタハタはカラカラになるまで揚げた方が美味しい。おいしい、おいしい。はい、何でも言うように料理の間は休まないね。向こうが片付け始めて次の料理の準備までしましょう。カッターカッター、大根でちょっと煮しましょうか。剥がれてきたからな。キャベツ切ろう。キャベツを切る。キャベツ切る。切る切る。うわ、内臓が剥がれてきてる。やっぱダメだったか。
払わないとダメだったかね。まあいいや、そっこんでってもらいましょう。もっと周りに溶け込んだ。せっかくだからチンゲン菜飲みましょう。はい、せっかくだからチンゲン菜。せっかくだからチンゲン菜。チンゲン菜はね、結構アクの強い野菜なんで炒めるの難しいんだよね。お、だんだん音が静かになってきました。葉っぱの部分と茎の部分が全然違うんで、これがね、大事なところね。一番歯ぐらいしてるけどね、このなんかこういう形になってるところが面白みがあるよね。ね、こうやってつけちゃうね。もういいね。もう音がいい。はい、じゃあ揚げさせてもらいますよ、旦那。はい、組みました。こんなでここをちょっと洗ってみましょうかね。はい、チンゲンサイ、チンゲンサイを炒めましょう。チンゲンサイ炒めるときにはまず豚のバラ肉の油出しをして、こっちにね、僕は大抵こうしてるんだけど、豚のバラ肉、特にああいう豚のバラ肉はね、油が多いんで、この人ね、この人こうやって入れちゃいます。入れちゃいますよ。で、要はこの油を食べるための料理だからね、ちょっとは捨てるけどね、油ね、ちょっと多いかな。バラ肉でもこれブロックで切ったときに油に落とさないで切るとね、こういう感じになっちゃいますね。油に落としてバラ肉を切るスライスするとこもあるんです。本当に加工するとこのやり方だよね。で、こうやると何もあれ入れなくてもこう出てきちゃった。油がだんだん出てきたねっていうのね。あとまあ早い加工機になりますよね。ハムとかなんかと同じ扱いになるでしょ。もう加熱十分されるから、はい、終わり。加熱が十分されてるところに豆板醤を入れてあげよう。ピリ辛にするよ、ピリ辛にするよ。はい、アネゴ。アネゴか。
사랑의 순도시는 저도 그런 토지 가지고 있다. 아, 텐면전다. 뭐, 이제, 난데문이다. 그러네. 아마미야들, 이렇게, 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 네. 이제, 토지 이렇게. 토지 이렇게. 좀 珍しく 쓰레 이볼까. 酢を入れてやろう。酢が入るとね、ちょっとソースの味が変わるからね。いかがかな。豚に味が入るんですか。はい、ちょっとね。 強火でこのままいっちゃうよ。 はい、こちらではチンゲン菜ともやしを塩でもんでおります。で、ここはこうなって、油が熱くなってきましたねーってところで、ね、この人たちを、チンゲン菜の方が組織硬いんで、こっちは先になんないといけないんでね。 上下が返されて、下にこう出てきてる水が水で逃げないようにしてやんなきゃいけないね。で、これはもやしの近くが消えるとこまで。 ちょっと酢の味が入ってるソースですね。パムッチ。で、ここは混ぜるわけだよね。で、今まで野菜から出てきた水分が、ここでまた入るわけでしょ。で、これで、洗っといてやって、で、ちょっと上にかぶっちゃうよ。 すると、今まで野菜の水分が出てきたのに、また水分が入ってるでしょ。で、ここで食感を見て。おお、なかなかいいやん。
ということで、今朝の新野菜ともやしの甘酢風バランス炒めだね。どうじゃ、今すぐやる？うめんだよ。こういうトマトを切ったりね、なんかいろんなものにしちゃうと、あ、めっちゃいいなって思うのがいいな。ちょっとこれ美味しいね。で、必ずここはすぐにやっちゃう。その人は中華鍋は使わなくても大丈夫だと思うけど、中華鍋の方がいいかもよ。一緒もんだよ、この鍋は。使っていけばな。どんな一緒かはわからんけどね。はい、こういう感じで美味しく出来上がりましたね。ほら、ハタハタもこっち入れとこう。はい、こちらハタハタくんがいます。どんなだろうね、ハタハタ食ってみないとね。もうちょっと加熱してもよかったかな。うん、俺の口には合う。これはカマスだね。うん、俺の口には合う。ということで、今日は木曜日か。はい、練習が過ぎるのは。では、あと何日かだけしかないから。あ、今日は5月の31日、最後の日だ。うちのおばあちゃんの誕生日だ。もう亡くなったけどね。ということで、バイバイ。